どうも、ふなふなです。今回はね、ちょっとお気持ち表明の方をさせていただきたいと思います。コナミさん、パワプロ対人戦ガチ勢として言いたいことがあります。まずはこのチャンピオンシップモードに手を加えてくれてありがとうございます。特に去年2023年はほぼ更新がなかったので、コナミさんが何かオンラインに関わってくれることが何より嬉しいです。ただ、はっきりと言わせてもらいます。この新しいプレミア12セレブレーションウィーク、これは解約です。せっかく手を加えてくれたところ、自分たちもあまり言える立場ではないんですけれども、これはダメです。まあ、何がダメかと言いますと、ロックオン3、これはもう初心者すら嫌がっております。先日私のチャンネルのコミュニティ欄でアンケートを取ったところ、ロックオン3が嫌だという方が 70% もいました。僕の視聴者さんは大半が初心者なので、まあ初心者の方も、嫌だと思っておりますし、ツイッターなどでパワプロモサの方とかパワプロの元プロゲーマーの方などの意見を探ってみると、ロックオン3に対してはほぼ 100% 反対意見でありました。個人的にパワプロのオンライン対戦はロックオンなしだからこそ野球が楽しめると思っているんです。はっきりと言わせてもらうんですが、プロスピエースは野球ゲームではなくて打つゲームです。ただパワプロは投打の駆け引きが本当に面白くて、大事な局面で出る一発に価値があるんです。それは現実の野球でも同じです。初心者はロックオンがなければ打てないかもしれません。ただロックオン3で打つホームラン、そんなゲームはやりたくないです。初心者はロックオンなしで打てて成長を感じ、そしてパワプロ野球の楽しさを知っていくんです。私も、そして他のプロゲーマー、パワプロモサの方も、そのようにしてパワプロを育ってきたと思います。パワプロチャンピオンシップの更新に携わってくれたコナミの社員の方々に感謝を申し上げるとともに、新時代の対人戦界隈を作り上げるために、次手を加えてくれる際は、ぜひロックオンなしでよろしくお願いいたします。これからの更新楽しみにしております。おい見てくれ、5割9分2厘と当たったぞ。これ見とけよおめえら。さてで、お気持ち表明させていただきました。ありがとうございます。さて、今回ね、このモサがロックオンさんを使ったらどうなるかっていうのをね、皆様に見せつけていきたいと思います。これダメだ、もう壊れてます。あーもう振ったらホームランになっちゃう。もうこれ見てね、楽しいと思う人います？これ今視聴者の方、これ投げる側も、いやもう打つ側もね、これホームランとしての快感はほぼ皆無ですよ。はい、ホームランさせる、これ絶対に許しちゃいけない。これいやもう相手もね、投げるとこなくなっちゃってるもん、本当に。ナイスボール。はい、ライト方向、強い当たりが伸びていく。ちょっと内ピミスったとはいえ、この飛び方しますからね。まあ、とりあえず強振しとけばね、いい当たり打ってくれるんでね。まあ、ミートに切り替える必要もない。これまた一つね、パープルの良さが減っていると。いやもう本当にね、まあ僕が使ってるっていうのはあるんですけど、ロックオンさんっていうのはね、もう誰も得しないっす。まあ、モイネルとかもね、めちゃくちゃ強いピッチャーなんですが、もうロックオン3を前にしてはね、もう無力となってしまう。もうプロスピエースを超える、もう最悪のゲームと化してしまいました。もう余裕で逆方向スリーランショット。打率10割。あ、これ強制コールになってこれ。あー、やっとボンだ。危ねえ。これ、友杉ってパワー F なんですけど、結構いい当たり。打てるんじゃないですか。ほら、もうね、めちゃくちゃ座れるもん。これね、もう打っててね、楽しくない全然。コナミさん、これ見てくれてたら嬉しいんですけど、こうなるんです、ロックオンっていうのは。使わなきゃいいっていう話になるんで、入れないでください。せめて1、うん、パワプロ杯の1はね、全然いい機能だと思うんで、まあ、せめて1、まあ、3はやりすぎ。最悪のゲーム。はい、ゲームセットです。7対0。拍手じゃないです、最悪です。ただ今全くミート合ってないけど、ホームランになりました。ちょっとまあ、ちょっと気持ちいいっすよ、正直言わせてもらうと。この展開なんでちょっと気持ちいいっすけど、いやいや、実力でローキをボコした方がもっと嬉しい。もっとプレー級してるっていう話ですよ。これはもう実況パワフルプレー級じゃないっす。これもパワフル、ただのパワフル。いやパワフルバッティングセンターに改名した方がいいですね、このゲーム本当に。てな感じで最終回2アウトまで来たんでね、ちょっとここで終わろうと思うんですが、ぜひほんとロックオンさんはやめていただきたいと思いますので、これからのコナミさん、更新には大変期待しております。ぜひ、更新してくれると嬉しいんですが、ロックオンだけはもうやめてくれ。ぜひ皆さんもね、このロックオンさんっていうのを味わってみてはいかがでしょうか。お相手はふなふなぴーでした。ありがとうございました。